はい山本一郎でございますこんにちは、えー、今日は7月の4日のもうすぐ18時になろうかというところでございますね、えー、ようやく都知事選が我々的には終わりましてですねあとはその結果を待つだけみたいな感じになってきたのかなというふうに思います、えー、まあまあもうこれはもうしょうがないですよね小池さんが勝つっていうのはね まあ、あとはその良いように頑張っていただきたいというようなことでですね、まあ前回このチャンネルでもその小池さんがその勝った後のことについて、まあいろいろその予想もしてきたわけなんですけれども、えー、まあそれ以外の校舎の戦いぶりなんかもちょっと今日横で見ながらお話をしていきたいなと思っています。 たぶん2着というか辞典なのは宇都宮健二さんでございますね、供託金どうなんですかね、微妙なとこかなという気もしなくもないんですけれども、最後の最後、ひと伸びしていただければなと思うんですが、やっぱりこう、まあね、2012年、2014年と、まあ、戦ってこられてで、その前回の2016年の選挙で,です、ね、まあ、実情、野党の皆さんの思惑なんかもかなりあってです、ね、まあ、残念なこう出馬見送りになって、まあ、ある意味その、挑戦としては3回目ですけれども、実4回 これがラストチャンスじゃないかっていうような感じのところなんですけども残念ながらそのまあ、広がりが非常に薄くてですね、えー、立憲民主党の支持者の方からもそこまで票は取れてないのかなというふうにはまあ見受けられますとでこの辺りあのパネルでも出口でも、まあ、なかなかこう苦戦をしたなという印象が強いんですけれどもあの苦戦をした理由っていうのはですね、まあ、ちょっと宇都宮さんの中にあるかどうかちょっと別としてですね、まあ、周辺ですよね。 やっぱ宇都宮さんの周辺でその和尚和尚を皆さんそのまあ盛り上げるのは非常に素晴らしいことだと思うんですけれどもやっぱりこう手垢のついた政治家の方とかまあ特定の主義主張を繰り返しお話をされているまあ有識者の方々は非常にこう宇都宮健二さんの周りで頑張ってこられてもちろんそれはそれでその宇都宮さんを何とかしてあげたいという気持ちはすごく買うんですけれどもただそ,のそういう人たちがその支援することによってですねむしろ真ん中の人たちはですね宇都宮さんまあちょっと変なんじゃないみたいな感じになっちゃうんですよね。 あの決してその宇都宮さんがその中道の人が支持されない候補者とは全く思わないんですけれども、まあ、結果としてそのまあ左派色の強い人たちがですね宇都宮さん検事さんごそのことをめちゃめちゃ応援するもんで。 まあ本来ならばそのまあ野党の,そのまあ共闘の中で宇都宮さんを担ぐみたいなそういうようなレベルの発信が仮にあったんだとしてもですねこう社民共産立憲というその3党のですねまあ,ある意味色濃いあのメンツですよね。この辺りが出てこられるとまあ中道の人たちはうあの人とかっていうような感じでですねまあ投票にはなかなか向かわないのかなというふうに思います。 であともう一個その辺り宇都宮さんかみ見るうとですねこれパネルのとこ特に出ていて興味深かったんですけれども、えー、まあ,あー宇都宮さんに投票したそうな人ってやっぱり一定の割合で、えー、出てきてたんですけれども投票所に行ってある意味その、まあ、ちょっと若干悲しいとこであるんですけれどもあ,のあまりその勝てなさそうであれば。 あまあ投票所行かなくてもまあ結果が上がってるのがいいかみたいなそんなノリがまあ多少なりともあったんだとするならばまあそれはちょっと残念なことなのかなというふうには思います。 まあ,ある意味、献戦ムードというかま、あまあなんていうんだろうかな、宇都宮さんには頑張ってほしいけどっていうようなそのフリーアンサーみたいなものはかなり出てきたように思いますね、それもこれもそのやっぱり彼自身の非常にその優れたところをですね皆さんよく分かった上でで、すねでもなおやはりそのまあ当選には届かないということがある程度分かっちゃうと、ですねやはりそのまあ多少、お年を召した方でもですねまあ投票所に向かわないっていうその気持ちになっちゃうのはまあやむを得ないのかなと。 民主主義なんでねできればそのもし本当にそのこの人いいなと思う人がいたらたとえ負けても投票するのがいいのかなと思ったら僕個人的にはするんですけどねただ、まあ、ああまあ明日どんな天気になるかは分かりませんけれども少なくとも期日前の中で言うとお、まあ、非常に苦戦をしたかなというふうには思います。 でまあ、3位目がそらく山本太郎さんなんですけれどもまあなんて言うんでしょうそのちょっと結構宇都宮さんから票を離されるんじゃないかっていう気は,気はしています最後どこまで伸びるかっていうところであと一日頑張ってほしいなと、まあ、当日票でこう盛り返していけば、まあ、2位目もあるのかないのかっていうようなところだとは思うんですけれどもやはりその山本太郎さんもやはり出馬が遅かったっていうところがあってですねもうちょっと早くから仕込んで前向きにこう,もうあの地盤固めしながらですね 街頭、えー、をやっていけばもっともっと票を伸ばせたんじゃないのかなというふうには思います。 であの山本太郎さんのよ,よいところってやっぱりありましてあの宇都宮賢治さんとまた違ったその、まあ、パワーを持っていらっしゃる人でまたその演説もうまくてですね、まあ、いろんな人たちを巻き込みやすいっていうのはやはりあるんですけれどもただその、まあ、支持層のひら広がりという点でいうと宇都宮賢治さん以上に非常にこう偏った人たちがあ令和新選組を含めて支持をしているとで令,和令和新選組の中の票がですね例えば85%固められました9割近いですと言ってもですねそもそも令和の,その支持層はですね まあそれこそ東京都内だと2.5とか3とかのレベルなので非常にこうまあこれをこうもっとこう広げていくためにはどうしたらいいのかっていう選挙戦がですね少しでもできていればですね山本太郎さんに対する見方も変わっていったかもしれませんしまたそれに対するそのまあ共闘法的なこうまあ置き方ですよねどうやったらその山本太郎さんの意見がいろんな人たちに浸透してですね支持されていくのかみたいなことがまあ戦略的にできればよかったのかなと思うわけですよ。 でその点で言うと、えーまあ、時点に入った宇都宮さんとおそらく3位である山本太郎さんがですね、えーまあ、ある意味票を食い合ったっていうのはこれは間違いないところでございましてです、ね、特に言われてるのはやっぱ共産支持層、うん、まあ共産でも、まあ、まあどちらかというとその高い年齢の方はやはり宇都宮健二さんを推薦あの支持してですね、まあ、40歳以下のところは山本太郎さんの多少は流れたのかなという印象はあるんですけれども。 あのこの2人のやっぱり特徴という点でいうとまあ向いてる方向はほぼ一緒でえまあ非常にこうまあ左派的な政治的な主張の中でですねまあ今貧しい人困っている人たちに対していかに良い都政を実現していくかというところにフォーカスをしているという点でいうとまあ僕はそれはそれで一つの主義主張としては完成しているんだと思うんですけどただそのまあ2つあってその一つはその政策面での,そのまあ例えばその公約においてその例えば消費税下げます。これ 都,都政でやるこっちゃないですよねっていうのがあるわけですよ。もしくはその、とまあ、あの地方債を出してですね、15兆円記載して都民にこうばらまきますみたいな話が、これ15兆も記載できるわけねえじゃねえかよって、まあ、日銀法3030 30の世界でですね、まあ確かに条文上は記載できるかもしれないけれども、まあそれを、まあ年度のね、一般会計は6兆のその東京とかできるのかみたいなのがあるわけですよね。 現実考えて言えよみたいな。あと議会もそれを通そうとしないわけですから。まあ、それを考えれば、その実現がなかなか難しい公約を掲げてですね、あいつ言ってるけどできないんじゃないのみたいな話になっちゃうとですね、やっぱりこう、ま,あ、まともに働いていらっしゃる方は、その、まあそこを見透かすというか、まあこいつ言ってることできないんだから、まあ投票してもしょうがねえかぐらいの感じになるっていうのはあると思うんですよね。まあとはいえですね、じゃあ小池百合子さんが前回のその選挙で公約掲げた7つのゼロのが本当に達成できたかっていう点で言うとですね、まあこれまた寒いわけですよね。まあ、公約って意外にそんなもんなんですけど、 ただもうううちょっとと現実的的言えよっていうのはは個人的には思うんですよ、ね、だからそ,のそういった点でいうとその宇都宮健事さんと山本太郎さんが票を食い合ったまあ2点目として結局その候補者調整という形でいうと山本太郎さんはどうしても出たいとで宇都宮健事さんもラストチャンスがらどうしても出たいと、まあ、この辺の,その処理においてです、ねまあ、本来であればそのちゃんとその東京都に左派的な重鎮の人たちがいてちゃんと道筋をつけるというのは一つのプロセスだったと思うんですけども、まあ、どっちも出たがりであるということがまあ非常にこう悪い方向に行ったのかなというふうには思うわけです。 よねででたいっていう気持ちわからけですよねであればこそその、まあ、先に例えば宇都宮さんをその山本さんを応援に回ってで次の都知事選においた山本太郎さんがその頑張るぞみたいなある意味そのこういうこうね助けがけ人事みたいなそんな感じでやれるようになったらまたそれはそれで、えーまあ、大人すぎて山本太郎さん支持者からすると面白くないのかもしれないですけどでもそういったところにこう本来の政治ってあると思うんですよね。 要はそのまあ、みんなね、こう突撃していったら共倒れするっていうのは分かってる中で、少しでも票を積みまして、勝てる確率を上げていくために、どうやってこう協力体制を敷くかということが、まあ、ある意味、野党の政治の醍醐味でもあるので、このあたりも含めて考えると、ちょっともったいなかったのかなというふうには思います。まあ、よくも悪くももですけどねもちろんその、山本太郎さんが、例えばここでこう50万部を下回るぞみたいな話になるとです、ねあの、次がないんじゃないかっていう恐怖心があると思うんですよね。 でその恐怖心の点でいうと今回まあ4位目から3位目になるような流れで来ているその小野泰輔さん、まあ、彼もそのあの出馬がすごく遅かったですよね。ももうう2週間早く仕込み始めていればもうちょっと検討したんじゃないのかなっていうような候補だったんですけれども、まあ、残念ながらその票としてはその中,中盤からもうちょっと盛り返すことのできる余地があったのかなと思いつつも、まあ、残念な結果になりそうだということで,です、ねまあ、4位目と、まあ、3位いったら御の字っていう、まあ、山本太郎さんとのデッドヒートがあるかなというふうに 個人的には思ってますけどただその、まあ、当日どのぐらい積み増せるかっていう点でいうと2位3位4位がその順番入れ替わっても何らおかしくはない展開だとは思わ、まあ、なくはない。 今のところ自転は宇都宮健司さんだと思いますけど、まあ二桁で見た小野さん検討したらというのは当然あり得るわけですから、まあそのあたりはまあ,あ,あもうハッというか、これから最後のお願いがどのぐらい皆さんに浸透するかで態度を向ける人もまだ19%ぐらいいるので、まあそういう人たちがいやこれは小野さんがいいんじゃないのとあのまあ他の候補者にもいいんじゃないのとなればそれは投票することはあるかもしれないってことですかね。なのであのまあ山本太郎さんの話に戻っちゃいますけれども、そのまだまだやれることはいっぱいある政治家なので、えー、やはりその主議市長の千円化させすぎない。 ような形で受け入れられやすいところにこう,うまくフォーカスをしてですねそれでいてある種のポピュリズム的なその手法っていうのは非常に彼はうまいわけですからあの演説でそのまあ,ある意味その今報われてない人たち社会的にはやや抑圧されてる人たちのまあ気持ちを奮起させるような演説を繰り返しながら政策ではしっかりと現実を見据えたようなものをですねえ実現していけばまあ彼の,その本来の良さってまあどんどん出てくるのかなと。そのの点でいいうととと組めないとか他のその人たちと政治的におり できないろいろ弱点はあるんだけれどもやはりそれはその都知事みたいなそういうそのある意味そのピンで頑張れる職であれば、まあ、彼はまだ考える機会いっぱいあると思うのでぜひ頑張ってほしいなと思いますと。で小野泰輔さんの話になるとやはりこう伸び悩みは出馬が遅れたことによってその知名度の,その浸透がなかなかいかなかったってこととあとその、まあ、次が見えすぎているので、まあ、どっかその東京かその関東のどっかの選挙区で維新の支持者として国政を狙っていくんだろうとは思うんですけれども、まあ、ちょっとその担がれ方もその 本人の,その活動もすごくいい人なんだろうなと思いつつもですねなんかこうなんかこう一発に欠けるっていうんですかね その最後の直線の末足が伸びないみたいなそんなノリの雰囲気をすごく感じるんですよね。まあ、ある意味いい人なんだろうけどそのなかなかその勝ちきれない政治家のように見えちゃうとですねまた次がなかなか求心力を得られなくて伸び悩んだりするっていうのもありうると思うので,ですねまあ東京でも千葉でも神奈川でも埼玉でもどっかうまいところで選挙区見つけてですね地道にこう頑張っていくようなその立場でやっていければなというふうには 願っているところではあるんですけども、やっぱこう、支持層で見ると、まあ中高年は全く支持が広がらなくてですね、まあかわいそうだなと。かわいそうなんだけど、まあしょうがねえよなと。 いう感じですかね。その自民党支持者でまあもうちょっと票を取るかなと思ったんですけどね、まあ、ほとんど小池さんの方に行っちゃって、まあ、小野さんからすればどこを票殿にして今回選挙をしようと思ったのかよくわからんみたいな展開になったと。で、まあ、維新からすれば候補者を出さないわけにいかない中で、ちょうどこう熊本副知事からポーンとこう、えー、弾き出た感じだったんで、まあ、そういった点でいうとその推薦もしやすかったのかもしれないですけれども、ただ本当にこう維新的な候補者なのかどうか。 むしろそのまあ彼自身がどういうその政治的なキャリアを描こうとしているのかってうはもう我々はそのもうさっぱり分からない感じの政治家なのでまあ威信らしいというかまあとはいえ維新に染まったところで先がこう結構こう見えちゃうような感じになるとまあ辛いかなというふうに思うのでまあ改憲勢力の一翼としてですね、まあ、頑張っていっていただくようなキャリアになるんじゃないかなというふうには思ってますけれどもまあ応援はしたかったんですけどねまあちょっとこう途中あれだけこういろんな まあ,右往左往があるとまあなかなかな難しいのかなと思いますけど、ねはい、のであの、まあ、中堅以下の,その得票に関してはこの辺ぐらいまでが、まあ、あいわゆる供託金レース争いっていうか供託金ギリギリからちょっと下ぐらいのレベルでもうその下になると末でございますねもう供託金のバーには届かないっていうぐらいですけども、まあ、300万円の供託金っていうのは総得票数の10分の1を取らなければ募集になってしまいますから、まあ、10分の1というのは一つの、まあ、あファクターなわけですよね。 でまあ、東京のそういう権者が1,150万人とすると、まあ、投票率55%から、まあ、ちょっと下がりそうかなって気もしなくもないですけど、まあ、そのぐらいになったとして。 どのぐらいの、まあ、なんていうかね、票数になるかって、これは、こう、蓋を開けてみなきとは、分かんないとはいえ、ちょっとそれ以下のところは、残念ながら、もう、全くフォーマスでしたねと、まあ、いろいろ変わった人たちも出て、まあ、選挙戦は賑やかで面白かったんですけれども、やっぱりこう、全体的には、コロナウイルス騒ぎもありましたし、また景気もあまりよくないというところでの選挙なので、盛り上がりにかけたかなというのは、ちょっとこう、まあ、残念なところですかね。やっぱり、街頭をしっかりやって、えー、商店街をみんなこう、助けかけてですね、握手を、わーってやってですね、それであの 盛り上げていくのが個人的には好きなな選挙戦なんですけれども、まあ、そういう方方面にはなかなかいかなくて、まあ、期日前投票もまあ数字的にはまあそこそこの党で止まってしまったっていうのはやっぱこうね小池さんいつ放り投げるかなっていうことも含めて次の選挙もしくは10月にあるかもしれない衆院解散総選挙、まあ、この辺がやっぱちらちらするとですね、まあ、調べる方もその、まあ、出てる側もですねなかなか大変なんだろうなと思いますよね。はい あのまあ、それもこれも含めてこう、東京っていうのは1300万人、まあ、有権者でいうと1150万人ぐらいですか、の地域としてどこまでいい形でですね政治的な落ち着きを取り戻すことができるのか、小池さんはいつ放り投げるのかも含めて、ですね、まあ、50円ガチャと言われるこう東京都知事選、外れくじしかない状態の中で皆さん頑張ってるなというふうに思いたいなということで、どうですかね、皆さん投票、東京都民の方は行ってください、以上です。